ピュロバクルムは、テルモプロテウスカに属す古細菌の一族。摂氏100度付近で、よく増殖する、変成または、通性研気性の超高熱菌である。陸上の溶光や浅瀬の熱水域に分布する。俗名はギリシャ語の、炎を由来とするパイロラテン語で、棒、杖を意味する、バキアラムより、1987年に、アイスランドの地熱発電所及び、 イタリアの洋光から分離された。当時摂氏100度で増殖が可能な生物はすべて海洋で発見された古細菌に限られており、パイロバキアラムイスランジウムの発見はこの常識を覆した。また、1996年にイタリアの海岸で発見された最高摂氏104度で増殖できるパイロバキアラムエロファロムは、 好奇条件下で増殖することが確認され、摂氏100度を超える温度で唯一増殖が可能な、高奇性生物とされている。栄養的性質としては、酵母エキスやペプトンを主体とした媒地で、従属栄養的に増殖する。電子受容体は種により異なり、硫黄や血を硫酸、硝酸塩、酸素などが利用可能。細胞壁は、一般的な個細菌と同じく S 層より構成され、 グラム染色では陰性を示す。形状は棒状で端に弁毛を持つものが多い。増殖は一方の局より出荷により行う。ゲノムは P. エロファロム、P. イスランジウム、P. カラディフォンティス、P. アーソンティコムの4種について解読されている。ゲノムサイズは1.8から2、3MBP、ORF は1900から2700箇所。ありがとうございます。